まあ、船で行ったら、その、大きな艦、なんていう、まあ、客船に乗ったようなもの、乗ってたんです、学会で。で、我々も乗ってた。で、戸田会長が操舵席にいるときは、ちゃんと降伏っていう方向に向かって、舵を切ってた。ところが、戸田会長亡くなって、大海原出てますから、東西南北僕ら乗ってる人は分かんないし、だから、船室にいる人たちとか、いろいろ作業員たちは、外の景色なんてまるっきり分かりませんからね。知らないうちに操舵席では、ちょっとずつ、真反対の方向を向いちゃったんですよ。ゆっくり時間かけて。それは、具体的にはこういうことですよ。人をして、幸せの方向へ持っていく客船ではなくて、地獄へ引っ張っていく客船になっちゃった。そこへご主人はまだ持ってるわけ。妹さんはどっかで気がついて飛び降りたんですよ。飛び降りたからだって海原にさまよってるわけじゃなく、ちゃんとそこには実は日蓮召集っていうボートが、いくらでも救済のボートがその周辺に待機してたってことなんですね。その一つが我々であったと。